どうも、ベイです。まずか、やっていきたいと思います。はい、初は、久保建英、新登場記念ガチャ。こちらを70連回していこうかなと思っております。で、こちらのガチャなんですけども、ピックアップが、久保建英、プリンス U、で、BMX テオドール、で、キリンちゃんと。この4体がピックアップされております。で、ガチャの内容的にはね、20連目、40連目、50連目がピックアップ入りから 20% の SR50%、BSR50%。で、30連目がピックアップ EV キャラ確定の SR 以上確定。で、70連目でピックアップ EV キャラから PSR 確定ということになっております。もうこの70連でね、久保来てほしいです。まあ、久保はね、PSR50 で特異練習頻度4まで上がるキャラでございますので、できれば高い PSR のキャラとして確保したいと思っておりますので、ここで久保を引けるようにしてください。一応メインアカウントね、全員持ってません、PSR は。うん。でも、テオとキリンは特にやめていただきたい。クボ、ユー、テオ、キリンっていう感じの順番で自分は来てほしいと思っておりますので、頼みます。よろしくお願いします。で、60連目でね、選択チケットゲットできますので、ここで最低でもクボはゲットすることが可能です。はい。では、引いていきたいと思います。さあ、行きましょう。まずは10連目。いきます。もしかしたらパワースターが10個足らないかもしれない。ちょっと後で追加しますね。で、最近ね、ほんとね、いいガチャが連発してますよね。うん。まあ、花火は微妙だったかもしれないけど、高山。で、堀は、葛城。そして、久保と。ちょっと連チャンでね、出すぎてね、ちょっと戸惑ってます。うん。無課金アカウントの方をね、引っかいかなんかすごい迷うんですよね。うん。で、久保建英、とりあえず PR ゲットできました。PR で大量にゲットさせていただきたいです。まあ、今回、とりあえず、あれだよね。PR3 枚ぐらいゲットできれば SR でも45にはすることができる可能性があります。うん。まあ、博士使いますね。PR で解放させるときは博士使いたいと思っております。では20連目。ここ、ピックアップ EV キャラ 20% の SR50%、BSR50%。さあ、この辺でね、引けると嬉しいんだけども。さあ、PSR の久保くんは何パーセント？何パーセントか。めちゃくちゃ確率低いぞ。これ抜けるな抜けるな抜け、あ、抜けちゃったから残念。残念ですね。ESR の久保くんは 20% の 50% だから、うん。ひどいな。2.5% しかないや。はい。さあ、暗転。さあ、暗転。いやー、牛尾くんですね。ESR でもなければ、ピックアップでもございません。はい、では30連目いきたいと思います。30連目はピックアップ EV キャラ SR 以上確定です。さあ、久保くん引こう。うん。久保がいい。とりあえず久保を引きたい。とりあえず久保を引かせてくれれば、解放にもつながります。特にテオはね、解放としていらないんで、ユウもいらないんで、久保くん。まあ、せめてキリンちゃんかな。うん。ピックアップ日キャラならば、久保か、キリン。どちらかでお願いします。ここは久保かキリン。で、暗転すれば久保確定だと思ってます。さあ、来い。ER の久保も来てほしいんだが、いやーキリンちゃん。まあまあまあ、キリンはね、まだいい。まだ解放に使えますので、まだ大丈夫です。まだいい。でも、70連目はマジで、久保くんでお願いします。はい。では、40連目、引いていきたいと思います。ピックアップ 20% の SR50%、PSR50%。さあ、引こうぜ。2.5% 引こう。で、それ以外の 2.5% で SR の久保くんの。さあ、もう一丁。あー、ゲドウも来ないか。ゲートを来てくれれば熱いんだけどな。はい。じゃあ、安定しよう。ここまでは確定。確定も出ないんだよな。うん。確定しか出ないから、確定以外も出してほしいところだが、え？待って。どうした？牛尾くん、さっき SR 引いたら、今回は PSR できました。いや、マジか。この引きはダメだぞ。この引きはダメ。ここでまた牛尾来たら、もう牛尾ピックアップになってますね。はい。では、引いていきます。50連目。50連目も SR、BSR50% ずつ。で、ピックアップ 20%。さあ、来い。さあ、博士演出まで行こう、博士演出。あと、ゲドウも。いや、来ないか。来ねえか。ピックアップはなさそうだな。てか、確定以外マジで引けないね。いや、PR の久保くん。PR の久保くん。いやー、安城、マジか。これはちょっと厳しいぞ。本当に厳しくなってきた。どうしよう。これ、木久保くん、フレンドで借りるか。
でもね、三崎借りたいんだよな。うん。三崎借りたいんだよな。このガチャ回すわけにもいかないからね。はい。では、60の目いきます。ここは、確定ないしです。選択チケット。さあ、確定以外だそうです。確定以外。確定以外で PSR ボンと出てくれば嬉しい。SR でも嬉しい。来ないか。さすがに来ないか。はい、残念でした。じゃあちょっと、パワースターの方を補充していきたいと思います。牛尾くんがほんと出るよね。はい、お待たせ。はい、お待たせしました。さあ、最後。ここで久保くん。久保武夫さん頼むぞ。これは引きたい。いや、マジで全部安定するんだ。全部安定する。で、PSR。で、ピックアップって。うん、来てますね。流れ星プラス金。で、ここで、博士まで行くのかな？うん。さあ、何が来ますか？複数枚出てくれてもいいよ。複数枚 PSR のピックアップ来てくれてもいいからね。さあ、ラスト何枚出る？何枚出る？はい、1枚のみですね。もう最初から最後まで確定以外当たりませんでした。でも、ここで久保くんが引ければ、もう文句は言いません。さあ、行きましょう。さあ、行きます。安定はします。で、久保くんの PR もっと出よう。さあ来い。マジか。マジか。一番当たって欲しくないキャラが来てしまった。キリンちゃんの SR、そして PSR が当たりました。うん。これはね、もう、こっちのサポートバージョンのキリンはね、もう今現状、モンスター高校でしか使いづらいんですよ。うん。もうこれは厳しいなぁ。久保くんはもうフレンドかな、ここまで行ったらね。うん。じゃあもう選択チケット、久保くんにしときます。まあでも45にしたいんだよな、できればな。できれば45にしたいところではある。できれば45にはしたいところではありますが、現状ね、無理なんですよ。PR1 枚しか多分引けてないから、無理なんですよ。で、久保くんの、テーブル的に45でも使うとすれば得意練習頻度までは欲しいな、最低でも。最低でも45まで欲しいんで、いいや。あと20連引いちゃいます。はい、引いちゃいましょう。さあ、追いガチャ。まあ、PR せめて2枚は出よう。せめて PR 2枚出よう。さあ、行きます。さあ、行こう。あ、OKOK。PR 以上確定だからこれは来ますね。で、40% だけピックアップ。で、1枚か。さあ、安定しなくていいのか。安定したら PSR か。はい。久保くんの PR 当てよう。とりあえず久保くんの PR。言う。違う。キリン、違う。お前やない。いや、これちょっとまずいな。真面目に久保が当たってほしい。だよね。ピックアップ、大ピックアップとかにしてくれればよかったな。ピックアップ 40% ですね。はい。さあ、ここで自分のパワーサーは切れました。もうこれ以上追いガチャはしたくない。あれやばいぞ。これちょっとまずいぞ。はい。さあ PR2 枚出そう。 PR2 枚出してほしい。久保 R 違う。最後久保の、お、いやー、もう1枚出てほしかったな。うん、残念です。まあ、とりあえず、フレンドで借りるとしましても、そうだな。R、プラグを作ります。R のプラグを作りましょう。R のプラグを作ります。そんなに PR のね、博士が今ないので、しっかりと R を扱っていきます。はい。いや、追いガチャしたいな。追いガチャしてな。45まで行きたいな。45まで行きたいところだな。はい。R。で、これで R 終わりだよね。はい、終わり。45まで行きたいけど行けないんだよな。はい、そしたら、PR に、R のプラグを2体食わせて、4解放。1、2、3、3か。じゃあこのまま食わせます。プラゴ。2解放。
1、2、 OK 2回放してくれました。じゃあ残りの PR もプラゴにしておきましょうか。あれ PER もプラゴにしておきましょう。でさあ SR 何回放してくれるか、ここ大事だぞ。ここ4回放してほしい。せめて3回放。2回放だけはマジでやめてほしい。マジでやめてほしい。さあ、いきます。さあ、4回放してください。4回放すれば、ワンチャン金博士で終わります。1、2、え？マジか。これはもう追いガチャするしかなさそうですね。45までは追いガチャしたいから。はい、本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。